ティモシー・ドレンスキーはアメリカ合衆国出身の男性元フィギュアスケート選手。6歳でスケートを始めた。2010年全米選手権ではノービスクラスで銅メダルを獲得した。2010から2011シーズンにはジュニアグランプリシリーズに参戦し、ジョンカリー記念で4位に入った。全米選手権には予選会のイースタンセクショナルで5位となり、 上位4名に入れず本選出場を逃した。2011から2012シーズンは SP の使用楽曲を自ら作曲した。ジュニアグランプリシリーズのボルボ杯で銅メダルを獲得した。全米選手権、ジュニアクラスでは銀メダルを獲得。初出場の世界ジュニア選手権では12位。2012から2013シーズンによりシニアクラスに移行。 US インターナショナルクラシックでは4位。全米選手権予選会のイースタンセクショナルでは6位となり2年ぶりに本戦出場を逃した。2014から2015シーズンは SP の使用楽曲を3年ぶりに作曲した。全米選手権では14位だった。2015から2016シーズン、ジョシュア・ファリスの負傷によりスケートカナダへの出場が決まった。 同大会では7位に入った。全米選手権では大きく、順位を上げ7位。2016から2017シーズン終了後、長年支持した、デビー・プラチャーとブリトニー・ボトムスの元を離れ、ベーター・ケインとダーレーン、ケイン夫妻にコーチを変更した。2019年4月17日、競技からの引退を発表した。ありがとうございます。